いや、迷子の少年、君とのおしゃべりは楽しかったよ。私はいつも門の前にいるから、また迷子になったら王宮目指して訪ねておいで。おや少年、こんにちは。昨日は無事にホテルへ帰りつけたのか。そうか、よかったよかった。近頃ランドセルの治安が悪化しているからね。君が暴漢に襲われてでもいないかと心配していたんだ。すまないね少年。ん、なんで謝るのかと治安が悪化しているのは町の平和を守る我らナイトメアの不手際だからな。こちらもケーラを増やしたり取り締まりを強化してはいるのだが、平和な時代が長かったせいで予算が削減されているし、人員のほとんどが経験不足の未熟者だ。急増している怪事件や犯罪に対応できず後手後手に回ってしまっている。それに不安を抱いたらしい腕利きたちが町を自警するギルドなどを結成しているのだが、そんなギルド同士が衝突したりして逆に秩序が乱れている。悪循環だ。このままではダメだろうとは思ってはいるのだが、まずは我らナイトメアがしっかりしなくてはな。君には関係ない話をしてしまったな。ずっと黙って突っ立っていたからおしゃべりに飢えていたんだ。それよりも君は私に何か用事だったのか。もしかしてまた迷子になったのか。道案内は私の仕事ではないのだが、まあ暇だし地図ぐらいなら書いてあげよう。ん、ああ、昨日のお礼を言いに来たのか。それはどうもわざわざご丁寧に。律儀だな少年。お礼を言われるようなことはしていないのだが、それでも誰かの役に立てたなら嬉しくはある。え、感謝の気持ちとしてプレゼントを贈ると。ありがとう。大行だな。ただ道を教えただけなのに、なんだかちょっと照れてしまうね。君は一体私に何を送ってくれるのかな。リボン。ああ、髪につけるやつだな。知ってる。私は小さな子供の頃から自宅の外では兜をつけっぱなしだから、髪飾りとかは自分では買わないんだ。生まれて初めて触った気がするよリボン。うん、ちょっと事情があってね、人前では兜を脱げないんだ。だからリボンなんかもらっても仕方ないのだけど、プレゼントしてくれて嬉しかったし、これは持ち帰って家で髪につけてみるよ。私はもう可愛いリボンをつけるような年齢ではないのだけど、こういうの他の女の子がつけてるのを見て羨ましかったし、だからとても嬉しい。ありがとう少年。ちょっと警戒もしていたのだけど、君は普通に私にお礼を言いに来ただけみたいだな。プレゼント箱に爆弾でも仕掛けているのではと思ったのだけど、考えすぎだったな。疑り深いのは職業病だろうか。君は素直に感謝の気持ちを示しに来てくれたのにね。疑ったことを許してほしい少年。だが仕方ないんだ。私にはこの王宮を守る使命がある。先祖代々受け継いできた門番の仕事がな。私が倒れたら王宮が、この国の全てが危険にさらされる。そんな悲劇を阻止するために
私は今日も明日も明後日もずっとここに立っている。寂しい人生だと思うだろうか、少年。すまないな、返事のしにくいことを尋ねてしまった。大丈夫、私は満足しているよ。この人生に重要な仕事を任されているという誇りが心の慰めになるし、単に突っ立っているだけでも君のようないい子と出会えたりするからな。